ブリタニックは、イギリスの客船。1929年に浸水し、1930年に、竣航した。ブリタニックは、イギリスの造船会社、ハーランドウルフによって建造。総トン数26,943トン、全長217.0メートル。1929年8月6日に浸水した後、ホワイトスターラインに引き渡された。 ホワイトスターラインの所有する客船で唯一ディーゼルエンジンを使用している。なお、姉妹船にジョージックが存在する。ブリタニックは評判が良く、特に調度品はアールデコと呼ばれる様式で作られており、極めて豪華だった。諸女公開は1930年6月28日、リバプールベルファストグラスゴーニューヨークのルートだった。冬は特に、 カリブ海を航行するルートになっており、1934年にホワイトスターラインからキナードラインへ移籍。1935年から第二次世界大戦までロンドン・ニューヨークを結んでいた。第二次世界大戦では1948年に通常の航海に戻るまで兵士を合計18万人、距離37万6000マイルを航行した。ホワイトスターラインが キュナードラインに合併されたことによってできた、キュナードホワイトスターラインが1950年、キュナードラインと統合されたが、その後も、ブリタニックの塗装は、ホワイトスターライン時代のままで、マストには、キュナードラインの旗の下にホワイトスターラインの旗が、残っていた。1950年6月、パイオニルランドと衝突事故を起こしたが修理されて、使われ続けた。 1960年11月25日、最後の航海として、ニューヨークを出港。元ホワイトスターラインの所有で、大西洋を横断していた船としては、このブリタニックが最後だった。そして1960年12月2日、リバプールに到着。同年12月16日、解体工事のためリバプールを出港、解体された。ありがとうございます。